は、主に生物が先天的に肉眼形態上の異常を持っていることを指す。その結果として、機能障害をきたすこともある。また、形態上の異常ではない疾患精神発達地帯や内分泌障害は、奇形とは呼ばれないことが多いが、これらが奇形に合併することも多い。多少の X 線写真通常5本のはずの指が6本ある。なお、奇形という語は、 珍しい形が原理である。例えば芸術作品などにおいて、標準から大きく外れた形態を持つ作品などを、奇形と表現することもある。動物においては、胎児が成長する段階の中でも器官が形成される、肺書に外因、内因の影響を受けることが重要な条件となる。逆に、妊娠後期は、器官が、ほぼ完成されているため外的な有害作用を受けても、 奇形という結果につながる可能性は比較的低い。植物においては外的要因によるものがほとんどである。微生物やウイルスにおいては、奇形というよりも突然変異と呼称するべき状況が多く見られ、特に病原体となる細菌やウイルスの突然変異は、対抗手段未開発の新種疾患になるものが多いとして恐れられている。奇形の原因になり得る要因としては、 以下のようなものが挙げられる。風疹、トキソプラズマ、梅毒、サイトメガロウイルスなど、サリドマイド薬化や、ニキビ治療薬イソトレチノインのように医薬品が、危険の原因になることがある。ビタミン A の過剰摂取、または、欠乏状態で起こり得る。類似作用を示す誘導体でも起こり得る。例えば、イソトレチノインは、ビタミン A 誘導体である。コジリン初犯。 新定番、ありがとうございます。